小田原莉子ちゃん、かわいいよお前。え、私こういう子がタイプです。私、え、かわいい。上橋優香ちゃん、え、マジでかわいい。私こういう子がタイプです。え、かわいい。何見つけんのくん、マジかわいい。私こういう子がタイプです。江本武雄くん、かわいい。私こういう子がタイプです。これ何、パトカーの上の部分持ってきたのかな。いるわ。え、開かれたよ、開けられたよ。あ、目の前にいるんだこれ。ああ。もうやめてよ。え、マジ難しいこのゲーム。ちょ待って、ガチ難しすぎる。難しすぎじゃねこのゲーム。シンプルに。先に幽霊だけ探そう。で、どうせ2階にアイテムあるもん、多分。2階のアイテムが充実しすぎとんよ。どうせこの部屋にあるだろ。あ、え、さっきと変わってない。まあ、でもスプレーあるしな。ラジオはないか。もうとりあえずこのスプレーが最強なんだよ。で、どうせこの辺にあるんだろ、ラジオ。もう1階がほとんど資源がないこと私も理解しましたから。ちょっと待ってよ、こうしてでこうか。これが最強。まあまあラジオがあれば嬉しいんですけれども、ないんだよね。どうせこの辺だろ。ほらあったラジオ。もうこれだけ分かれば、あと幽霊探して調査するだけ。おい、待って、この辺にいる。え、階段？いや、この部屋だな。いや、違う。この部屋？え、どこ？どこにいるの？階段にいる？そんなことある？え、階段にいる？いや、違う。え、またいなくなった。今度階段を降りて下に行ったとか、幽霊。いや絶対そうだ、下に行ってるわ今回。ここないよ。え、今度また上がって行ってない。いやそんなことない、自分が階段降りてるだけか。あ、いる。風呂場、風呂場だ。頼む、女来てくれ、女来てくれ、頼む。いや、激アツすぎる。お風呂場の幽霊は激アツすぎる。ちょっと頼む。いや、こっち側。いや、絶対にお風呂場。頼む、女の人これ。お姉さん、お姉さん、お姉さん。お願い、お姉さん。お願いだからお姉さんがいい。お姉さん、映ってくれ。頼む。お姉さんがいい、俺は。お姉さん、来て。来た。おっしゃ、お姉さん来た。待って、シュシュしないと。忘れてた。シュ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 。あ、手形がある。これはでかい手がかりですね。うわ、今回お姉さんだ。マジで怖くないぞ、お姉さんに関しては。俺可愛いお姉さんの幽霊は私もうどんと来いって感じだからね。さあ、指紋がありました。足跡はなかった。次ラジオ行きましょうかね。ラジオ、え、今勝手に閉まったよね。まあいいや、とりあえずラジオ持ってくるんで。お姉さん待っててね、私と一緒に遊ぼうね。夜通し、今夜は眠らせないんだからね、私。いや、お姉さんでクリアできるなら私も本望だわ。本望彩香さん。え、ごめんなさい、勝手に名前出して。待ってよ、ラジオが確か階段の近くにあるお部屋なんだよね。ここここここ。で、使わないな、このスプレーいらないんで。で、このラジオを、ラジオが欲しいんだけど。オッケー。で、ラジオゲットした。で、行きましょう。あ、間違えた。ラジオ使わないわ。ピーポーピーポーだ。ピーポーピーポー使って、多分リビングにいる。リビングやん、絶対。なんか電気ずっとついてるわ。リビングちゃうの？ちゃいますの？いや、いなくねえ、もうお姉さん！私のお姉さんはどこに消えたの？会いたいんだけど、シンプルに。
シアンデザート嘘だろ。ないでしょ、ないでしょ、ないやんけ。またお姉さんは、え、消えたよお姉さん。うん、来た。頼む、なんか言ってくれ。 A ではない、次 B。 え、B でもないってことはオーブだ。なんかある、オーブ的なやつ。お姉さんなんかないっすか、お姉さんなんかないっすか、オーブ的な。なんかあれ、お姉さんいない、お姉さんいない、え、お姉さんいない、お姉さん瞬間移動しすぎじゃない。なんで私が、お姉さん私のこと嫌がってるでしょ絶対。なんでよ、いいじゃない。期待してる。お、映った、映った映った映った、スマホに映ってことはわかるぞ。ちょっと待ってよ、スマホに幽霊映った、チャンネルだチャンネル、あとチャンネルが分かれば勝ち。いや、いないなこの部屋。いやでも精神安定剤ないとそろそろ負けそうだな。ちょっとお姉さん逃げないでよ私から。ハグしちゃうよ、もうハグとチュッチュしちゃうよ。どこに消えたの、クソマジどこに消えた。いやマジ悔しい、お姉さんに私嫌われた。もうお姉さんいいじゃん、若者一人救う形でさ。え、ここに部屋あったんだ、若者一人ぐらい救ってよ。ねえお姉さんいいじゃん、ちょっとぐらい遊ぼうよ俺と。ねえご飯おごるからさ。来た、いるぞ、ここだろ。え、トイレ、あ、めっちゃ映ってる。あ、消えた、もうお尻見えたのにさっき。あ、いる、ここに。え、顔ブスー、ブスー、ブスいんかい。ノーシグナル、ノーシグナル。え、ってことはもう確定じゃないか、多分もう確定だぞ、こうなったら。ラジオ反応しなかった。あ、待って、これ幽霊ノートでも消去法でいこう。まず、オーブが映ったか。A、違う、これ違う。え、指紋があったか。え、待って、あったっけ？あ、指紋あったわ。指紋あった、幽霊の姿映った。オーブがわからん。だから、指紋と幽霊の姿だけ。いや、B なかったもんな。指紋と幽霊違う。指紋と違う。え、これじゃないの？指紋と、ポルターガイスト現象のことを指す。移動速度が速い！比較的長く部屋に留まる。え、どうだろう？え、でもチャンネルで受信しなかったんだよな。ちょっともう一回考えていい？もう絶対これやん。じゃけ、オーブが映るでしょ、どうせ。これで行こう。で、これで帰ってみようぜ。もう一回でもいいから私、成功してみたい。頼む！成功であれ！成功であれ！違うんかーい！違うんかい！そう、もう精神安定剤ないと無理ゲーだろこれ。マジで精神安定剤ないと無理ゲー。さあまずトイレな、スプレーないよね。でもどうせあそこの部屋でしょ、なんかもう大体この部屋にあるもん。あ、スプレーあるね。エコーさんありがとうございます。あっさっさ、え、幽霊の姿映った。まずこれだね。もうこれで幽霊をまず探すことが大事。ラジオこの辺でしょどうせ。ほら、もうラジオある。あと精神安定剤欲しい。精神安定剤ないのどっか。私精神安定剤が欲しい。
あれがあったら多分クリアできるのよ。え、トイレ勝手に流れたよね今。でもいないな。いや、女の幽霊であれ、女の子で可愛い霊であれ、さっきの子はちょっとブチャイクだった。まあでも、ブサイクでもみんな美女だからな。タイプは人それぞれあっても世の中にいる女性はみんな美女だ。この流水ちゃんが教えてくれたもの、私に。いる。来たー。来たー。いや、違う。ここか。和室？ジジイじゃん。いや、和室はジジイなんよ。いるんだろ？めちゃめちゃポルターガイストやん。え、いなくなった？いなくなった。もう移動すんなよ、いる。え、どこ？チンつった。どの辺？あ、ここら辺にいる。オーブとかってさ、そんなわかりやすいものなのかな？いや、この部屋ではないな。こっち側だよ。ちょ、待てよ。幽霊いるんだよ！この辺に！幽霊いるけど、表してくれない！いや、絶対この辺だよな。いや、電気暗くなったよ。頼む、女来い、女。ガキは嫌だ。男のガキは嫌いだ。女の幽霊がいい。頼む、女の幽霊であれ。いや、和室でもない。え、どの辺？マジで。どこやな。え、ここじゃあっつった今。私の声が聞こえてる。待って、この幽霊強いぞ多分。私の声が聞こえてやがる。この部屋か。いや、この部屋にいるな。じゃあ、は、いねえじゃん。ちょっとどこ。じゃ、姿現してよ、頼むから。いいって壁ドンは！キュンキュンしねえよ！どうせジジイだろ！勝手に閉めんな。もう早く姿現してよ！幽霊見たいの！マジどこ？喉乾いた。喉乾いたじゃねえよ！しゃ！バカや！もうマジうぜえ、このジジイ！ぶっ殺すぞ、本当に。ああ！ジジイ！いいわ、ジジイは！ジジイ嫌いじゃん、わし！お前強いって！ほんで。ほんで、ジジイ強い！姿現してくれん、まったく！女の子の幽霊がいいです！行きましょう。マジジジイいいわ。マジジジイ嫌いだわ。さあ、やっていきましょうかね。マジでジジイ強い。姿現してくれと無理ゲーないよ。で、どうせアイテムどこにあるか分かってんだよ、もう。まずここ。まずここにスプレーがあります。何？ない。もう、ジジイにやられた後のチュンちゃんのギフトが一番嬉しい。ちょっと待って、ラジオもないし、スプレーもないんだけど。今回どこにアイテムあんの？あ、ラジオ終わったわ。じゃあ先にラジオから終わらせるか。スプレー探すのだるいな。スプレーないの？毎回ここに落ちてたんだけどな、前まで。トイレもないもんな。ありましたー。うわ、精神安定剤ある。勝ち申したぞ、これは。絶対に今回でクリアします。どこにいんだ。風呂場だったらお姉さん。クソが、女性じゃねえの。お、来た。もうジジイの流れやん。もうジジイやん、どっからどう考えても。お前も同じだって言ってる。うっせえ、死ね。何？もういいって！私女の子はよ。なんだわな。もうでも A だった。
これはいい、いい成果だ。さあ次だ、ポイ。さあ次、トイレ勝手に流れてるよ、大丈夫そう？ここら辺でしょ。お、リビングか。じゃん、違うな、和室か、和室だな。おお、ぶつれ。あれ、いやでもいるよな。はあ、いやここじゃない。どこ、さっきとジジイと同じパターンか。ただオーブも人間の姿も映ってねえんだよな。ここか？いやちげえ。いやもういいって、そのパチパチ遊ぶのは。来た、お、女の子だ。愛してるよ。いやーでかいでかい、女はでかいぞ。足跡ある。よし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 、収穫でかい。しかも女の子だ。来たー、勝ち確定。シュッ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 シュ、足跡がありましたよ。さああとはもう消去法でいこう。足跡とチャンネル A、ここを探しましょう。チャンネル A と姿違います。チャンネルない、チャンネル A と足跡、オーブが映る、これの可能性があるな。あ、 B 見てないな、そういや。 B かオーブだってなったら B がいるわ。ちょっと待ってよ、スプレーがいらねえ。ワンチャン B 聞かないと、 B 聞いたら勝ち確の可能性がある。よし、勝てそう。しかも女性だった。お風呂場行こうぜ、ベッドでもいいよ。来た来た、この辺だ。あ、 A だったんだよ、それは知ってる。なんか、なんかない？この辺にいるんでしょ。来た、なんか言え、なんか言え。いや、なんか言えよ。 B じゃない、ってことはオーブだ。オーブないよ、やばい、死ぬ。精神安定剤、くっそー。オーブ確定なんだよな、でもこうなってきたら。え、最強じゃん、全回復すんの。最強じゃん。ちょっと B を置いとこうかな、ずっと。どこにいる、まず。あ、やっぱここら辺だ。ここに置いとく。そしたら受信するでしょ。あれ、いない、ここら辺か。ここだと反応しないな。ドア勝手に閉まったよ。いや、いるとしたらこの辺。オーブ映らん？オーブって一番難しくない？あ、いない、こっち側か。じゃあこっち側だ。いや、この部屋ではない、いる。オーブ映れ。いや、オーブ映ってないよな。じゃあチャンネル B か。え、オーブってどうやって見るの？これで見るんじゃないの？あ、見えた！見えた！よっしゃー！勝ったー！ふぅー！勝った！オーブだ。よし。これで帰ったら成功だろ。だってもう確定したもん。小僧、坂倉。
しゃー、やっと成功したー。で、まだ1日目じゃねえかー。これ4日あるらしいです、皆さん。わーお、気持ちいい。ということで、明日2日目やっていきたいと思います。顔かわいい、ツインテール、服ピンク色、静かさんじゃないかい。私の大お部屋で唯一出た卒業生、ブーッ、ジャイアンじゃねえかー。